はい、どうも、こんにちは、こんばんは、レイです。また今日もね、あの暗がりの映像になってます。ということは、さっちゃんとデート、してきまして、そのね、帰り道ということで、今日はね、あのどこ行ってきたかというと、まあ彼女のリクエストで、まあハイキングとね、登山やりたいっていうことだったんで、一応ね、まあ登山にもなるのかな、で初心者も楽しめますみたいなレビューが書いてあって、まあ Google でね調べていったんだけど、いやかなりね、かなりハードだった。あのほとんど多分ね、初心者きついっていうね、あの沢があって、あのあまあどこ行ったかっていうと、埼玉県の飯能市にある、元名栗村っていうところがあって、今飯能市に吸収されて飯能市になってるんだけど、有馬ダムっていうダムがあって、そこのダムの周りに道があって、そこに登山口があってね、白谷沢っていう登山口があります。これ調べてもらえれば出てくると思いますんで、あのぜひね、沢渡りとか山登山だけじゃなくて沢を登っていくとかっていうのをやってみたい方には非常にいいとこだった。ただね、台風の後で崩れちゃって、もうね、道がちょっと悪い、石がゴロゴロしてて、でたまに落石がちっちゃいのコロコロ転がってくるからね、未だにでね、結構へばった。山頂というか一応てっぺんまで行って、標高は960メートルぐらいかな、まあ約1000メートルっていう形で、まあ低い山になりますね。で低い山なんだけど道が険しいというね、だから非常にぐったり感というのがね、もうぐったりになってしまうというところです。で最初もうね、10時半とかで待ち合わせして、でそこから川越から移動して飯能行って、もう11時半ぐらいだったのかな。でランチをしまして、レストラン浜っていうところ、レストラン浜、ローマ字で HAMA、 ハマっていうね、そこ行って、ステーキ丼とかが本当は名物なんだけど、まあ、普通に自分はヤマメの唐揚げ定食のセットと、でさっちゃんの方はほうとううどん食べて、でそのまま登山口へ向かって、まあ20分ぐらいかな、車で。で白谷沢を登って、ロープ、途中ロープ使ってね、沢を登っていくとこあったりして、であとはもうね、本当にね、大変、階段みたいのが作られてて、丸太で階段みたいのが作られてて、でマニアックなところだからそんなに混んではいない、人はでも何人かすれ違うけれども、であとね、もう最近寒いから動物がもうまた、ね、眠っちゃってるというね、でマムシに注意とか出てたね。で今回ね、動画は撮れなかったんだけど、写真でね、写真で、撮りました、画像撮りました。だからその中になんとさっちゃんが写ってる写真があると思うんで、ぜひね、興味のある方は、ちょっと見てください。でまあ一応写るかもよっていうことは言っておいたんで、で顔わかんない程度にはしとくよっていう、ね、了承は得てるんで、後でこの動画を流しているところで途中に入れますんで、まあ楽しみに期待していただいて、なんとなくさっちゃんの雰囲気が見えるかなっていうところでね、ね、本当はだからそういうね、相手はやっぱ出したくないんだけど、なんかね、ちゃんと付き合ってるかどうかっていう証拠もね、出したいなっていうのが自分の中ではあるんで、本当に演技じゃないっすよみたいな本気で出会って今ね、成婚に向けてゆっくり今歩み出してるという形でね、
まあこのね、中年独身男の、まあ、日常のブログ動画ということなので、まあこういう、まあ、どこ行ってきたよっていうデートのね、動画っていうのも出しますけれども、まあね、寂しい方とか不快になってね、妬む方もいると思うんですが、そう妬まず、もう恨まずね、素直に見てもらえたらありがたいかなっていうね、嫌悪感たっぷりで皆さん見てる方もね多いようなんですけれども、でもなんで見てくれるのかなっていうね、逆に言えばね、すげえ不思議でしょうがないんだけど、や嫌だったら見なきゃいいのにっていうところがあるんだけどね。で、まあもうこのね、自分のチャンネルからだいぶ離れた方もう1000人以上います。そういう方にもね、いつかもう一回ね、立ち寄って見てもらって、あ、なんかこいつなんか成婚に向けて今頑張ってんだなみたいな、ね、ところを、まあ、見せたいな、成長具合を見せたいなっていうのもありますんでね。で、今回はデート行ってきて、次のじゃあデートいつなのって言った時に、次はね、まあ、バレンタインの夜、夕飯かな、夕飯するくらいかな。で、次の翌週の、だからさらに翌々週だよね、だから2月の後半の土日で、一応、まあ、会うと。午前中ちょっと自分の方はね、用事があるから行けないんだけど、でそれ終わってからね、午後から、まあ、会う形になるので。あ、そうそう、今日ね、なんだろう、登山終わって疲れちゃってね、で温泉の布団セットとか風呂のセット持ってかなかったから、とりあえずね、大人の休憩所で風呂入りました。大人の休憩所でね、風呂入って、まあイチャこいたんだけど、疲れちゃって、本当に疲れちゃって、元気にならなかったんだよね今日。男が反応しなかったというね、下半身が反応しなかったんで、まあなんかね、すごいハードな登山ハイキングみたいになっちゃってね、まあ、どっちかというとトレッキングだよね。もう岩登りみたいなところもあったんで、まあそういうのもあって結構ね疲れたかなっていう。だって性欲が負けるんだからね、この疲れ具合に。これどうなのっていうね、やっぱかなりねハードだったね。せっかくのまた合体チャンス逃しちゃったなっていうところがあって、まあまあでもね、またちょっと次長く会う時は行くかな、また大人の休憩所行くかなっていうところで、今回行く予定なかったんだけどね、登山で、まあ、終わりにしようかなっていう、ランチして登山して夕飯食ってみたいなね。で、まあ、大人の休憩所行って、そこで夕飯を食べて、まあ、行ってからね、もう2人して眠いからもうね朦朧としてたね。レストラン入った時朦朧としてて、もうねどうにもならずみたいな。でちょこっと話してもうね帰りました。でランチとまあ大人の休憩所のお金をね自分が出したんで、なんか夕飯はねもう私が出しますみたいなこと言って、さっちゃんがねもう無理やり夕飯をねご馳走してくれました。まあ端数なんか数百円あったんでそれだけはね払いましたけども、まあなんかそうやってね協力してくれるのは非常にありがたいなというところで、まあ嬉しいよね。とりあえずまあ無事にねデート終わりまして、とりあえず、もうね帰宅をするという形になってます。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。